平野省海外で持病の症状が発症していました。サングラスに映り込んだ女性の正体とは。こんにちは、スコープ芸能です。新事務所 2B に所属するナンバーアイのメンバー平野翔さんが自身のインスタグラムにてシンガポール旅行の写真を投稿し、プライベート感満載と大きな話題となっています。そんな平野翔さんですが、海外旅行でアレルギーなのではとファンを心配させたようなのです。今回は海外でアレルギーではと言われている詳細や、旅行中の写真にて平野さんのサングラスに女性の影が映り込み、女連れ旅行なのではという疑惑について調べました。またナンバーガイがとうとう海外で活動開始するのではという噂についてもまとめてみましたので紹介します。最後までご視聴よろしくお願いします。まず平野翔さんが海外でアレルギーなのではと言われていることについて紹介します。ナンバーガイの神宮寺勇太さんが3日にインスタグラムを更新し、平野翔さんとシンガポールを楽しむ写真を公開しました。神宮寺さんは、シンガポールにショーと行ってきました。久しぶりの海外楽しかったので写真載せていくね、と綴り、ビルの上に巨大な船が乗ったビジュアルで、有名な総合リゾート、マリーナ・ベイ・サンズをバックにした、平野さんとのツーショットのほか、シンガポールの名物料理である、チリクラブを前に、カニのモノマネをする愛らしい写真を公開しています。ストーリーズでは今回が初めてのシンガポールであることを、明かしていました。2人のシンガポール旅行については平野さんも先にストーリーズにて、実は岸くんが来る前にジンとプチ旅行、シンガポール行ってきたから明日写真あげようかしらと、ナンバーガイのメンバーである岸優太さんが 2B へ合流する前に神宮寺さんと共にプチ旅行としてシンガポールに行っていたことを明かしていました。またシンガポール植物園行ったと綴り、神宮寺さんと満喫している様子をアップしていました。この投稿に神宮寺さんも、植物って癒しの力あるよねとコメントしていました。2人の投稿にフォロワーからは、見てるこっちまで一緒に行った気になれる素敵な写真、2人の旅の思い出が見れてとっても嬉しい、神くんと2人ですごく楽しそう、何ですかプライベート感満載じゃないですかなど多くのコメントが書き込まれました。しかし一方、飲食店でのショットではカニを使ったとみられる料理に喜ぶ2人が写っており、フォロワーからは、翔くん確かカニアレルギーなはず、翔くんカニアレルギーじゃなかった、ジンくんだけで食べたのかなといった平野さんのカニアレルギーへの心配の声も多く寄せられました。そんな平野さんと神宮寺さんの2人のシンガポール旅行のプライベートショットの公開に、ファンにとっては嬉しいプレゼントとなったようですが、一部でサングラスに女性の姿が映り込んでいる、女性連れだったのではとの思わぬ疑惑が噴出する事態になっているようなのです。平野さんは24日にインスタグラムのストーリーズで、実は岸くん来る前にジンとプチ旅行、シンガポール行ってきたから明日写真あげようかしらと記し、岸さんが滝沢秀明さんの事務所 2B に合流する以前に神宮寺さんとシンガポール旅行をしていたことを告白し、翌25日に植物園行ったといったコメントとともに、平野さんと神宮寺さんがサングラス姿で植物園を楽しんでいる全10枚の写真が公開されました。ところがこれがまさかの女連れ旅行疑惑に発展しました。一部で平野さんのサングラスに反射した景色を拡大した画像が拡散され、白いスニーカーを履いた女性らしき足が写っている、もう一人小柄な女性らしき姿が見えるなどと指摘されたことで、ファンが動揺する事態となったようです。さらにこの謎の女性らしき姿の正体について、実名を挙げて推測する声も出てきているようで、 SNS で同じ時期に東南アジアを訪れていたらしいとの情報が拡散されたことから、平野さんらメンバーたちと親交が深い世界的ダンサーのリエハタさんと、元セクシー女優のアスハナ・キララさんのそっくりさんと言われる歌舞伎町の人気キャバクラ嬢アスハナ・ピララさんの名前が浮上しているようなのです。アスハナ・ピララさんは滝沢さんが彼女の TikTok 配信で推定総額1600万円の高額投げ銭をしていることが話題になったことで、 2B との関係の深さが指摘されています。
彼女はインスタグラムのプロフィール文で、タッキーから投げ銭されたキャバ嬢と自らアピールしており、そうした言動によってファンの警戒心が強まり、名前が挙がったと言われています。またファンの一部の間では、ダブルデートだったのではと勘ぐる人もいるようです。平野さんの初スキャンダルかと思いきや、サングラスに映った女性らしき姿については、別のファンたちから、心霊写真にしか見えないんだけど、仮に女性だとしても観光地なんだから周りに人くらいいるでしょ、アプリで拡大画像を高画質加工したせいでそう見えるだけ、といった冷静な指摘をする声もありました。写真の構図的に平野さんと神宮寺さん以外に撮影者がいるのは間違いないようですが、 SNS で友人が平野さんら一行とシンガポールの空港で遭遇したという人物が、メンズ3人オーラ発光してて半端なかったらしいと記したこともあり、同行者は男性1人だったのではとの見方も浮上しているようです。実際のところ、もし一部で推測されているように、平野さん、神宮寺さん、リエハタさん、アスハナピララさんの4人で行動していたら、どう考えても目立ちすぎるため、日本人観光客も多いシンガポールの観光地で大っぴらにダブルデートしているとは考えにくいのではと思います。いずれにしても、サングラスの反射についても、空港での目撃情報についても確定的な証拠はなく、どれも推測の域を出ないと考えられます。それでもこれだけの騒ぎになってしまうのだから、平野さんと神宮寺さんの人気と注目度の高さがうかがえます。ひとまず今回の騒動については、飛び交っている情報の信憑性がなさすぎることから、このまま収束となっていきそうですね。平野さんも神宮寺さんもプロ意識が高く、ジャニーズ時代はノースキャンダルを貫いていたが、このまま 2B 入り後もファンが安心して押せる存在であり続けてくれると嬉しいですね。最後にナンバーガイが渡米決定し、海外活動を開始するのではと噂されている内容について紹介します。現在 X 上で滝沢秀明さんの新会社 2B に所属するナンバーガイの平野翔さんらが海外での活動を始動させるのではと噂されているようです。そのきっかけは、とある中国の SNS ユーザーの投稿だそうです。10月15日 2B のオフィシャル YouTube チャンネルが緊急生配信を実施し、7月に 2B に合流した平野さんと神宮寺勇太さんが、新しい仲間としてキング&プリンス時代の同僚である岸勇太さんを呼び込み、3人でナンバーガイとして活動を始めると報告しました。これまで 2B に入った旧ジャニーズ事務所の退所者は、三宅健さん、平野さん、神宮寺さん、 IMP の7人、大東律樹さん、北山博光さん、そして岸さんの13名。三宅さんは9月に第1弾シングル Ready to Dance を配信、また IMP は8月から毎月新曲のリリースを行い、すでにクルージン、 IMP、スイッチングの3曲を発表するなど、音楽活動に邁進しています。また大東さんは日本テレビ系の10月期深夜ドラマ秘密を持った少年たちに男優3番手で出演中です。一昔前のやめジャニといえば、旧ジャニーズ事務所の圧力やメディア側の同社に対する忖度によって、なかなか思うように動けなかったものだが、今後はもうそのようなことはないでしょうから、 2B のアーティストたちは今後大手を振って活動できます。そのような中、 X 上では現在、平野さん、岸さん、北山さんの3人が仕事で渡米する予定ではないかという疑惑が広まっているようです。そのきっかけは、とある中国人が SNS 上に、平野さん、岸さん、北山さんとされる人物が写り込んでいる写真をアップしたことだそうです。アメリカのビザを申請しに来た際、3人に遭遇したとコメントしていたようなので、おそらく場所はアメリカ大使館だと考えられます。写真には後ろ姿しか写っておらず、顔が見えないため、果たして本当に3人なのかは定かではないものの、一部のファンは海外進出に向けて動き出したのではないかと色めき立っているようです。現在、短期の観光や商用目的でアメリカに行く場合、ビザではなく電子渡航認証システム ESTA の認証を
取得するのが一般的だけに、もし3人が本当にビザの申請を行ったとすれば、長期の観光または本格的にビジネスを行う予定があるからと考えられます。また関係者の証言によると、近いうちにハワイ行きが予定されているそうです。ハワイといえばファンの間では嵐の聖地として認識されているが、再始動の場に道地を選んだ理由は、ハワイが彼らにとっても特別な場所だからだと言われます。キンプリとしてデビューする前、雑誌の特集などで何度もハワイを訪れています。もちろん賑やかで楽しい旅だったこともあるのでしょうが、デビュー前に3人組ユニットに分裂したり、6人でのデビューが危ぶまれたりした彼らにとっては、将来を語り合った大切な場所でもあるようです。また平野さんは過去に思い出として6人でハワイで撮影した写真を紹介していました。またテレビ誌のインタビューで旅行計画の話題になり、ハワイに行きたいという平野さんの提案に、神宮寺さんが俺たちと言ったらハワイなのよとうなずいたこともあったそうです。平野さんと岸さんはキンプリを脱退する理由に海外進出を挙げていました。平野さんは昨年11月に脱退解散を報告した際に、ファンクラブ会員向けの動画で、自分の年齢と向き合った時に海外で活躍できるグループを目指すというのは、そこにグループのそれぞれの活動方針を踏まえた上で全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じてしまい、目標を失い今回の決断に至りましたと説明していました。また岸さんもメンバーとの目標の違いが生まれ、海外で活躍できるグループにはなれないのかもしれないと、自分の夢を自分で否定する自分にがっかりして落ち込んだりする、そんな日々が続き今回この決断になりましたと話していました。しかしナンバーガイの結成を報告した緊急生配信で、2人が海外進出の展望を語ることはなく、今後の活動について平野さんは、まあマストだけどやっぱコンサートはやっぱりやっていきたいよねと話し、岸さんは音楽を追求してなんか新たな自分と出会いたいとそれぞれコメントしていたのですが、具体的な話は特にありませんでした。海外というワードが出なかったことから、一部のキンプリファンは海外進出はキンプリを脱退し事務所を辞めるためについた嘘だったのではないかと物議を醸していたようです。しかしもし本当に渡米の準備を進めているのであれば、2人は夢の実現のために行動しているということになります。神宮寺さんとされる人物は写真に写っていなかったですが、ナンバーガイがアメリカで何か活動をするとなれば、ファンは大盛り上がりすることになりそうですね。まだ始動したばかりの彼らが今後どのような活動を展開していくのか目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。